かの、ベアトリーチェ様の御前であるぞ。言葉遣いに気をつけなさい。ああ、構わぬぞ、ゲンジ。好きに言わせてやれ。わらわは寛大である。何が寛大だ？わらわは死にゆく者には、いつだって寛大である。安心せよ、カノン。そなたらがここに訪れたから生贄に選ばれるのではない。生贄に選ばれているからこそ、ここに呼ばれているんじゃないか。なんだと？それがお望みですか。感謝せよ、カグども。そなたたちの苦難の日々は今宵ようやく終わりを迎えた。それを告げに訪れたわらわに感謝せよ。かしこまりました。それをお望みでした。源氏様。親方様亡き後は、ベアトリーチェ様が我らの主、その求めに応じるのが我らの最後の務め。シャン、カノン、今日までよく使えた。そのロークもこれにて終わりだ。源氏はさすがですね。同じ家具としてあなたを誇りに思いますよ。シャン、異論はないか。はい。ジョージ様から指輪を送られたそうだ。それでもなお未練はないか。はい。カグの身に過ぎた幸福でした。指輪を頂戴しただけで私の思いはすでに達せられております。シャノンがそこまでの落ち着きを得るとは少し驚きでした。あなたも家具として達観したようですね。惚れた男と夜も共にできず、少しは悔し涙をこぼさんのか。退屈な女よ。ベアトリーチェ様ごときにこの気持ちはわかりません。私たちの命をご所望でしたらどうぞお受け取りください。私たちは慎んでそのお務めを全うします。それでよくぞ言ったな。ベアトリーチェ様の苦手なタイプのようで。最近小やつめはだいぶ達観しよった。どうも前回いじめすぎたようだ。それを言ったらバトラもかい。わらわはまだぬるいのか、それとも追い詰め方が下手なのか。いずれにせよ面白みのないやつよ。しかしお前はまだわらわを楽しませてくれそうだよな、カノン。カノン君。カノン、わらわは退屈を何より嫌う。そしてお前を除く二人が素直に死を受け入れるもので面白くない。だからそなたには
わらわの期待を裏切らないでもらいたいものだ。僕を慰み者にしようというのか。煉獄の七姉妹が長女、ルシファー、いでよ。傲慢のルシファー、ここに。カノン、カグに魔女と戦えというのも酷な話よ。そなたがいくら怒りに駆られようとも、勝算のない戦いでは希望も持てまい。無論、勝ち目のない戦いでは、わらわも退屈というもの。ならば、カグはカグ。家具同士で決着をつけてはどうか。それならば勝てる希望も持てるであろう。恐れながらベアトリーチェ様、私がそのような出来損ないの家具に劣るようなことがありましょうか。こんな可愛い子に私が万一にも負けるようなことなど。我が家具、煉獄の七杭を打ち破ってみせよ。見事打ち破ってみせたなら、そうだな。13人の生贄を逃れることのできる5人を、そなたに自由に決めさせてやろう。そなたの推薦する5人を、わらわは無条件にて、黄金鏡に迎え入れる。それならばどうか。そなたは家具は嫌だと泣いたな。そなたの望み叶えてやろうぞ。枕を濡らしてまで望んだ人間の体を与えてやろうぞ。どうだ。そうすればジェシカとも結ばれるぞ。おお、ちょうどよい。黄金鏡へ招ける5人にジェシカとそなたを推薦すればよい。自分だけが幸せになることに抵抗があるならば、さらにシャノンとその思い人であるジョージを加えればよい。義理があるならばさらにゲンジも加えればよい。おお、これで5人だ。十分ではないか、カノン。これだけのご褒美があれば。そなたはわらわを退屈させはしないよな。どうせ戯れよ。耳を貸す必要はない。僕は嫌だ。姉さんはそれでいいの？僕は嫌だ。幸せになりたい。家具なんてもう嫌だ。人間になって普通の恋がしたい。僕も姉さんのように海が青いってことを知りたいんだ。若いですね。羨ましい。だから若者は好きなのだ。ゲンジ、シャノンは下がれ。カノン、ルシファーは前へ。仰せのままに。気に入らないわ。ベアトリーチェ様は無理でも、私にだったら勝てるかもしれないという見下しが、最高に気に入らないわ。魔女の家具、いつまでも僕を見くびることができると思うな。
たバトラー、楽しい見せ物の時間であるぞ。くそ、またおかしなことになりやがった。魔法バトルなんて認めてたまるかよ。ほらほら、目をつむらずにちゃんと見ろよ。ほら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 、魔法だよ、家具だよ。そなたがどんなにわらわや魔法の存在を否定しようとも、ほら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 、こうして目の前でブワンブワンカキンカキンやられちゃ台無しだよな。ほら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 、もう思考なんて止めちまえよ。魔法はあるんだって、これはファンタジーなんだって。目を閉じるなよ、しっかり見ろよ。ほら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 、畜生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 、魔女を認めない、魔法を認めない。でもこんなにあからさまにやられちまったら、なんだって、いや、いいんだ。くそ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 、ほーら目を背けるなよ、しっかり見ろよ。魔法はあるんだよ、ファンタジーなんだよ、推理ごっことかやめちまえよ。知ってんだよ、物を考えんの本当は苦手なんだろう。やめちまえやめちまえ。ほらほら、どうせファンタジー、どうせファンタジー。うるせえうるせえうるせえ、俺に話しかけるんじゃねえ。こいつ意地になっちゃって、私になら勝てるなんて思い上がりをしたことを今すぐ床に這いつくばって謝ってごらんなさい。そうしたら特別に許してあげてもいいわよ。生きながら生皮を剥がして絶命するまで全身を鞭打ってのた打ち回らすのを特別に許してあげてもいいわよ。かわいい子なんだから謝っちゃいなさいよ。そうしたらあなただけは最高に素敵な気分の中で優しく優しく行かせてあげる。黙れ魔女の家具、お前と問答するつもりはない。私なんか、眼中にないというのね。気に入らないわ。威風を感じないその目。本当に気に入らないわ。カノンくん。あやつ。サタンの時よりも筋がいいではないか。だから人間は恐ろしいのです。たまに魔女にまでなり悪魔を羊扱いにしたりいたしますよ。わらわはどちらを応援すればよいというのか。こいつ私と互角に渡り合うというの。僕を見くびるな。お前にそのおごりがある限り僕には決して勝てない。この煉獄の七姉妹が長女ルシファーを刺して決して勝てないと、この思い上がりが。これまでだ。お前は僕に決して勝てない。
この私が、こんなの、何かの間違いよ！ほう、やるなあ、カノン。見事だ。わらわを退屈させなかった。それに比べ、わらわの家具のなんと情けないことか。ルシファー、お嬢様を退屈させていますよ。やはりあなたには、荷が勝ちすぎた相手でしたか。失望するぞ、七食いの長女。この出来損ない家具が！よくも私にここまで恥をかかせたな！殺す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 ！このぬるまが私の姿をもはや追うこともできないくせに！もう遊ばないよ！本気で怒ったわよ！お前の心臓を一撃で貫いてやるよ！ぶっすりざっくり貫いて、真っ赤な血の噴水を天井にまで届かせてやるよ！死ねぇ！カノン君、これだから人間は恐ろしい。紅茶はいかがですかな。今はよい。紅茶もいらぬほどに面白い。カノン君。おごったな。だから、お前は僕に勝てないんだ。Thank you.